Hi, I'm Alicia. I'm from the Japan Foundation, and today I'm incredibly fortunate to be here with Masakazu Morita, who is a voice actor, and any anime fan would know that he's been really instrumental in bringing to life iconic characters from a whole range of anime films and series, including Bleach, One Piece, Tiger and Bunny, Final Fantasy X, and most recently, Dragon Ball Z Battle of the Gods. So hi, Morita-san, it's great to have you here. Hi, nice to meet you. 今日は白鬼についてばかりなのですが、はい、白鬼は今回初めてでしょうか？そうですね。一昨年がゴールドコーストで、はい、去年が、ブリスベン、で今回シドニーということで、オーストラリアは3回目になるんですけど、シドニーは初めてです。なるほど、シドニーは、はい、初めてなんですけど、かなりベテランですよね。いやいやいや、まだね、まだまだまあでもシドニーの第一印象は聞かせてもらえますでしょうか？思った以上にビルディングがこう多くて、はい、ちょっとびっくりしました。今までゴールドコーストだったりブリスベンって緑が多いイメージだったんで、でもっとこう緑がたくさんあるのかなと思ったら、すごく超高層のビルばっかりあるので少し驚きましたね。まあ、東京には比べ物にならないんですけどね。いやいやだけど街並みが古い建物がたくさん残っていたので、うん、それがとても見ててすごく綺麗だなと思いましたね。お、はい、ありがとうございます、はい、今回はスマッシュのために来ていただいているんですけれども、はい、来る前にスマッシュのことはご存知だったんですか？その一昨年と昨年ですけど、スーパーノヴァに出て、その時にスマッシュの噂はよく聞いてたんで、ずっと出たい出たいとお願いしてたので、やっとその念願かなったんで、ただ、はい、そのスマッシュ自体を見たことがないので、明日その会場に行ってどれだけの熱気に包まれているのか、それは楽しみですね。楽しみですよね、うん、どんな感じですか？はい、かなりカラフルです。カラフル、はい、コスプレが本当に大勢いて、で人数も本当に多いので、白鬼で開催されるんですけど、本当にいろんなところから集まってくる、はい、アニメファンがいるので、うわ、楽しみにしてくれ。こちらでコスプレイヤーさんすごく多いですよね。うん、で非常に完成度の高いコスプレイヤーさんが多いので、それでコスプレイヤーの皆さんも本当に聞いて嬉しいと思います。あ、本当ですか？すごいですよ、はい、あなたたち素晴らしい。まあそれでオーストラリアのアニメファン、まあコスプレはすごいって先ほどおっしゃったんですけれども、はい、日本のアニメファンとはどう違うんですか？違うと思います？そうですね、まず、まあコスプレイヤーさんっていうものに言及するとすると、はい、なんて言うんでしょうね、ものすごく趣味としてそれにこう命をかけてるのは当然なんですけど、うん、ものすごくそのコスチュームプレイというものをものすごく楽しんでいこうっていう気持ちは感じますね。で日本のこうコスプレイヤーさんもちろんご自分でも楽しんでるんですけど、うん、よりキャラに近づいていくっていうのを追求する方が非常に多いんですね。なのでまるで二次元の世界を思いっきり三次元にするっていう方が多いんですけど、キャラクターになりきりたい、そうなりきるっていう感じですね。でも欧米の方たちっていうのは、はい、自分がそのコスチュームを着ることによっての楽しさっていうのをみんな楽しみにしてるっていう感じはしますね。じゃあやっぱり微妙なんですけど違いがあるんですね。ちょっと違いがあるみたいですね、だけどものすごく楽しんでらっしゃるっていうのは分かるので、はい、うん、そこが見てて面白いし、自分の着ているそのコスチュームをこう自慢げに歩いてる姿っていうのはすごいなと思いますね、はい、でもすごく皆さん似合ってるし、うん、細かく造形作ってるので、これも情報少ない中でそういったものを作ってるから、うん、もうすごいことだなと思います、うん、まあ、熱心なことは熱心ですよね、まあ、明日も多分自分の目で見られると思うんですけど、そうですね、うん、楽しみです、はい、こうアニメファンの中でやっぱり声優になりたいと思っている人は多いと思うんですけど、うん、声優になるのはやっぱり難しい。それはオーストラリアの方が、まず日本で、はい、そうですね、今確かに日本でも声優になりたいっていう子どもたちはたくさんいるんですね、うん、で日本でそのなりたい職業の中でも必ず上位に食い込んでるのが声優という職業なんですけど、ちょっと僕から見るとあまりにも声優さんになるっていうのを安易に考えすぎてるかなっていうのはあるんですね、うん、なぜかというと、マイクの前に立って台本を持って、でそれで喋ると、
でセリフを覚えなくてもいい、姿形も出ない、ただ声だけでやればいいんだ、だから簡単になれるんじゃないかっていうふうに思う人が多いんですよ。綺麗な声を出したり、かっこいい声を出したり、可愛い声を出したりすればそれでいいんだろうっていうふうに思う子どもたちが非常に多いんですけれども、声優っていう職業も役者なので、全てを演じきらなきゃいけないんですけれども、僕はもともと俳優としてデビューをしてるんですけど、役者っていうのは表情であったり目の動きであったり手振り身振りであったり、そういうものにも表現というものを補完して皆さんに伝えるわけですよね。だけど声優さんっていうのは声だけで全てを表現しなければいけないので、ものすごくその台本というものをきっちり読めなきゃいけないし、日本語というものも理解しなきゃいけない、まあそうですね、ただ単に読むというだけでは声優にはなれないなとは思います。今の子たちがやってるのは、僕も学校で教えてたりとか自分の塾を持って生徒たちは、教えてるんですけど、今の子たちは声優ではなくて音優になってしまってるんですよ。声っていうのは、声っていうのはその人間が発することに初めて声になって、それ声っていうのは言葉なんですよね、なので意味があることなんです。だけどあーあーとかうううこれはただ何音ですよね、これも音ですよね、それと同じになっちゃって言葉に意味が乗っかってない。なので深さがないですね。演じてるということがないのが今の現状かなと。なのでもっと言葉に対してセンシティブに考えなきゃいけないし、日本語っていうものをもっと奥深く捉えていかないとダメかなと。ただ単にかっこいい声、かわいい声、綺麗な声、渋い声だけ、いわゆるサウンドだけで撮ってしまうと大きな間違いかなと。と思いますね。じゃあだったら、収録する前に、自分の役になりきるっていうのはものすごく重要なんですけれども、自分のキャラクターが感じていることを一緒に感じたりとかって、先ほどおっしゃっていたように、もうものすごく重要なんで、いつも自分の役になりきるためにどのようなことをしているんですか？そうですね、それって言ってみるとその役に入るきっかけだと思うんですけど、ブリーチならブリーチ、ファイナルファンタジーならファイナルファンタジー、タイガー&バニーならタイガー&バニー、いろんな役、いろんな作品でいろんな役をやらせてもらってますけど、その中で一番そのキャラクターと僕が同調したセリフというか、それをいつも自分の中では持っていて、でそのセリフをポンと言うだけで一気にスイッチが変わるようには訓練をしていますね。例えばタイガー&バニーだと行きますよおじさんっていうワードがあるんですけど、あれ非常にそのバーナビー・ブルックス・ジュニアという役を、キャラクターをすごく表しているので、収録に入る前に小さな声で行きますよおじさん OK っつってやったりとか、そのモールになる、そうですね、そういうきっかけは僕の中ではそういうきっかけ作りをして役には取り組んでますね。なるほど、いろんな秘密をいろんな引き出しを持っていないといけないですね。ありますね。新作の、ドラゴンボール Z 神と神、英語でドラゴンボール Z Battle of the Gods って言ってるんですけど、それについてお伺いしたいんですね。で、日本でそのドラゴンボール Z が3月に公開となっていて、それは日本初の IMAX アニメ映画だということを聞いているんですね。で、日本での特にアニメ業界での反応はいかがだったんですか？今回の作品はドラゴンボールの中でも17年ぶりだったかなにできたドラゴンボールの劇場版だったので、非常にファンの人たちもすごく待っていたし、ドラゴンボールがまた久しぶりにアニメになる、しかも映画になるということで、かなり期待度はものすごく高かったですね。あれだけ強くなった悟空がここから先どれだけ強くなるのかっていうのもやはり期待がありましたし、日本でのそのコアなドラゴンボールファンから、ドラゴンボールはもうみんな知ってる作品なので、みんなこう待ってた作品にはなったなっていうふうに思ってますね。ちなみに IMAX で見ましたか？僕ね、 IMAX で見られてないんですよ。残念。そうね、どうしてもそこが仕事が立て込んじゃって見れなかったんで非常に残念なんですけど。じゃあこれからですね。そうですね。でもあれですよね、オーストラリアでもこれからドラゴンボール Z 神と神が流れるっていう話を。流れる
かもしれないです。かもしれない。それはぜひ、うん、ね。運が良ければ。ですよね。こっちは IMAX シアターはあるんですか。IMAX はあります、ね。あるんですか。はい、じゃあこちらで公開された時はまた僕こっちに飛行機で飛んできて。ぜひお呼びします、ね。そうですね。こっちで僕見ます。はい。で、ちょっと話が変わっちゃうんですけれども、はいはい、近年、はい、海外で日本文化 の, に対する認知度がどん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 上がってきているような気がしています、はい、で、アニメ業界はそれにどのように貢献していると思いますか。僕はね、これ今日本のアニメ業界が海外に対して何かアプローチを仕掛けてるかっていうと、そうでは僕ないなと思ってるんですね、うん、で、日本がアプローチを仕掛ける前に世界で火がついちゃったっていうものがアニメーションだと思うんです。アニメだったりとか漫画であったりとかっていう、はい、いわゆるクールジャパンと言われるものが、うん、日本からプレゼンテーションする前に向こうの人が気づいて、日本に面白い文化があるよっていうところで気づいてしまって、勝手に火がついてるっていうのが現状だと思うんですね。なので今日本の、まあ、今の日本の首相である安倍晋三内閣総理大臣が、まあ、クールジャパンというものを一つの産業としてこれから世界にしっかりと売っていこうと、その中でアニメーションというものも実際に安倍さんの所信表明演説で言われてるんですけれども、じゃあ果たしてどういうアプローチするのかっていうのはこれからの課題だと思うんですね。ただその DVD であったりブルーレイであったりとかっていうパッケージのものを売ること、いわゆる輸出することだけがクールジャパンを紹介することになるのかっていうと、それはちょっと僕は違うなと。もっとその文化が持っている内包しているものの中にあるものっていうものを紹介することの方がより一層重要なのかなとは思うんですよね。例えばアメリカとか、まあ、よく忍者とか、うん、芸者とか侍とかありますけど、はい、ほぼ間違ってるんで、そうですよね、今実に存在してるっていうわけでもないし、見て歩いてるかってなるともう全然ありえないわけですよね、かなりそうかなりね、ちょっと想像の生き物になってしまってるので、もっとちゃんと日本の文化を正しい形で皆さんに紹介することは重要かなと。その上で面白おかしくしていく、パロディにしていくっていうのはとてもいいことだと思うんですけど、だけど元のものをしっかり理解してもらうためには、もっと日本の国もそうですけど、日本人が積極的に世界に出ていって、日本ってこういう国なんだっていうことを分かってもらえると、日本人も含めて日本の文化ってものが理解してもらえるのかなと思いますね。その上ではアニメーションっていうものを理解してもらうのに、僕たち声優だけじゃなくて制作スタッフであったりとか技術の人ですね、技術者もこう世界に出ていって、うん、そのやり方を伝えたりとか、逆にバックして、そういうのが重要なのかなと思いますね、うん、はい、じゃあ先ほど日本人に日本人で声優になるのは難しいかとお聞きしたんですけれども、うん、やっぱり外国のアニメファンにも、うん、声優になるチャンスは、まあ、本当に小さくてもありますか。実際うちの今事務所にも中国の人間と韓国の人間がいるんですけど、はい、後輩にいるんですけれど、はい、まあ、日本語が堪能なので、ほぼほぼ日本人と変わらない発音をするので、そこの部分は大丈夫かなと思うんですね。ただその日本のアニメーションに出演するっていう場合だと、やはり流暢な日本語、ほぼネイティブスピーカーと同じぐらいのレベルで喋れないと多分現状は無理だと思うんですよね、今の段階だと。で、日本のアニメーションとなれば当然日本語を使用しなければいけない。でオーストラリアに来て思うのは、日本語を理解されている方非常に多いし、独学で勉強している方多いので、その辺のその高学心というところに関してはものすごくいいなと思うんですけれど、声優を目指すんであればやはり流暢な日本語は必要かなと思います。でもこれは日本、あくまでも日本で作ったアニメの話であって、はい、逆に僕たち日本人の声優が持ってるスキルっていう、これ世界の他のボイスアクターさんたちが持ってないスキルってたくさんあるんですよ。
それを紹介するためには、うん、僕たちもやはり英語を喋れなきゃいけない、フランス語を喋れなきゃいけないっていうこともあると思うんですね。だからいつまでもジャパニーズ声優ナンバーワンではなくて、僕たちも他の言語を覚えてネイティブスピーカー並みに喋れるようになって、そしてオーストラリアであったりとかアメリカであったりとかフランスであったり中国であったり韓国であったり、そういうところで日本の役者がアニメーションを作るということも僕は必要だと思いますね。うん、はい、そうしてくると交互にリレーションシップが生まれていって、みんなで世界で作っていくことが、はい、できるんじゃないかなと思いますね。はい、ご存知だと思いますけれども、はい、これも 先ほどの コメントとつながるんですけど、海外でアニメと漫画を本当に大好き で、うん、で自分の大好きなキャラ の、 セリフを理解するためだけに、うん、日本語の学習を、ね、はい、始める人もたくさんいるんですよね。うん、はい、で自分のやっている仕事がそういう日本語学習の動機づけとなっていることについてどう思います。いや、これはねびっくりしました。僕は遊びの中で学問をしようと思ったことは一度もなかったので、言ってみれば僕たちがやってるアニメーションとかってエンターテインメントっていうのは、うん、ある意味でレジャーじゃないですか。そのレジャーを本当に楽しみたいがために努力をするっていうのは、これはものすごいことだと思うので、それに一役買ってるっていうのは逆に恥ずかしくて、そんな風に作ってないみたいな、楽しんでもらえばそれでいいって思ってたので、血のにじむような努力して一生懸命不慣れな日本語を学んでらっしゃるんで、逆にもっともっと真面目に取り組まないと俺いけないなって思ってます。でもそれはないと思うんですよ。その努力するっていうこと自体が楽しみであるっていうような感じはしますよね。偉いですよね、うん、それ今日本の学生に聞かせたいじゃあこれが YouTube にアップになったらそうですね、よく聞きなさい時間もあれなので、はい、最後の方になっちゃうんですけれども、はい、最後に、はい、ちょっとお願いしたいことがありまして、はい、ジャパンファンデーションシドニーのモットーが、はい、Bringing Japan to you と、はい、日本をあなたのところへというような感じなんですけれども、はい、それをもしよろしければ、はい、ブリーチの、はい、黒崎一護の声で言ってもらえますか。なるほど。一護英語喋りませんからね。あ、そうですか。そうですよね。英語喋ったらどんな感じになるんでしょうか。どんなになるんだろう。口が回るのかな。カタカナでも大丈夫です。カタカナ読みで。わかりました。じゃあうまくいくかどうかわかりませんけど。そういうだけでも大丈夫です。わかりました。あのカメラでいいですか。あのカメラで大丈夫です。Bringing Japan to you。 OK。 どうしよう、緊張するわかりました。どうしようかな。 Bringing Japan to you ですよね、うん、はい、Bringing Japan to you。 わかりました。それではお聞きください。 G'day, I'm Ichigo Kurosaki. Bring Japan to you。 Woohoo! Yes! こんなんで大丈夫ですか。いいんじゃないですか。これ素晴らしい。わかりました。恥ずかしい。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。紹介も入れていただいて、いやいやいや、嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあそれでも貴重な時間をいただいて、はい、まあ、ありがとうございます。いやいや、ご視聴ありがとうございました。で、お礼に、はい、何か小さいものなんですけれども、用意して、まあ、オーストラリアはベテランなので、ベテランじゃないですよ。これとお願いしてる。本当ですか。これまであると思うんですけれども、ありがとうございます。ちょっと出してもいいですか。よいしょ、これかこれがさっき、いや僕ね、はい、ベジマイト、はい、これこのインタビューに入る前に合同インタビューをやった時に記者さんからですね、食べたことありますかって聞かれたんですね。でどんなものですかって言ったら、で皆さん好きですかって言ったら、20人ぐらいいた記者の中で1名だけが好きですって言って、あとみんなうんっていう顔をされてたんですけど、私ちなみに大好きなんですけど、大好き、はい、開けてみてもいいですかこれ。あ、いいですよ。はあ、ドキドキするな。まあ、オーストラリアの納豆みたいなものですね、発酵食品ですかこれ。じゃ発酵食品です、はい、okay. 酵母エキスで
はい、味はどんな味ですか。味は黒味噌みたいな感じなんですけど、後味が違うんで、ちょっと塩辛い。しかしオーストラリア人の黒味噌ってすごいですね。ああでもチョコレートみたいなんだ。え？ああ、これ黒味噌のね匂い。ちょっと食べてもいいですか。あ、いいですよ。あ、かてチョコみたい。あ、チョコじゃないです。甘くないです全然。あ、俺これ好きだ。お、素晴らしい、うん、やっぱそれじゃオーストラリア人になれるんですね。あこれでも日本人は好きな味かもしれない。醤油っぽかったり味噌っぽかったり近いですよね。近い、はい、これは近いわ。うん、なんだろう日本だと。え、これって野菜につけたりして食べます。あの、まあ、人によってはそうです、うん、まあ、普段パンにつけて食べるんですけど。あ、朝ごはんにトーストの上につけて、つけて食べたりとか、バターとかマーガリンの上とか。これご飯につけてもうまいかもしれない。あ、で結構言われるんですよね、うん、日本で。あとスープに入れる人もいるんですよ、ね、あの出汁代わりに。うん、これ美味しい。Good. 素晴らしい、合格です。美味しいです。これ美味しい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。すごい、じゃこれちょっと家帰って日本で楽しみたいと思います。素晴らしい、ありがとうございます。日本に帰ったらあのぜひお友達に食べさせてください。そうですね、はい、あ、嬉しいわ、ありがとうございます。いただきます。こちらこそありがとうございました。すいません、ありがとうございました。 Okay, so thanks everyone for watching and、make sure you keep an eye out, or should I say keep an ear out for、Masakazu Morita in his new film Dragon Ball Z Battle of the Gods. Thanks very much. Thank you.